川口優子は愛知県出身、千葉県船橋市育ちのロシア、日本の女性元フィギュアスケート選手。パートナーはアレクサンドルスミルノフ、アレクサンドルマルクンツォフなど。ペア競技ではロシア代表として出場の2010年バンクーバーオリンピックで4位、入賞。2009年世界選手権、2010年世界選手権では2年連続で3位。 2010年2015年欧州選手権優勝。2008欧州選手権2009世界選手権2010年世界選手権2011グランプリファイナル2015グランプリファイナル5歳の頃にスケートを始め、小学校3年生から本格的にスケートに取り組んだ。当初は女子シングル選手として活動し、1997年、 全日本ジュニア選手権女子シングルで3位となり、1998から1999シーズンからは ISU ジュニアグランプリに参戦。JGP メキシコ杯では優勝を果たした。同シーズンの全日本ジュニア選手権では SP から制裁を書き総合10位に止まった。1998年長野オリンピックに出場したエレーナ・ベレズナヤを見て自分も エレーナのようになりたいと思い、現コーチであるタマラ・モスクビナにすぐに手紙を送り、その後も何度もコーチをしてほしいと嘆願した。モスクビナはロシアに来るには難しいし、治安も悪い。無理だと川口を諦めさせようとしたが、川口が諦めずに何度もコンタクトを取ってくるため、自分と一緒にトレーニングするのは大変であることを分からせようと二つの難しいテストを行った。 そのテストに、川口は合格し、モスクビナの下でトレーニングすることを許可された。1999年にモスクビナのいるアメリカに渡った。1999から2000シーズンより、アレクサンドル・マルクンツオフとペアを組み、ペアスケーティングへ転向。1999年全日本ジュニア選手権では優勝を飾る。翌2000から2001シーズン。 ISU ジュニアグランプリに参戦し、JGP メキシコ杯で優勝、JGP ハルビンで3位となり初出場の JGP ファイナルではペア日本代表選手として初表彰台となる3位。2001年世界ジュニア選手権ではペア日本代表選手として初の表彰台となる銀メダルを獲得した。2001から2002シーズンからシニアクラスに完全転向し、 ISU グランプリシリーズに出場。第70回全日本選手権並びに第71回全日本選手権で連覇を果たしたが、2003年5月、アレクサンドル・マルクンツオフとのペアを解消。同年9月に、ロシアのサンクトペテルブルク大学に入学。2004年夏、デビン・パトリックと新たにペアを結成し、2004から2005シーズンにより、競技会に復帰した。 第73回全日本選手権で優勝。翌2005から2006シーズンからは、所属をアメリカに移し、2006年全米選手権に出場するが15位に終わり、シーズン後にデビン・パトリックとのペアを解消した。2006年4月、アレクサンドルス・スミルノフとペアを組み、2006から2007年シーズンより、ロシア所属となる。同シーズンのロシア杯で3位。 2007年3月、ロシア代表として世界選手権に出場し、9位。ロシアが同国籍を持たない選手を代表に選出したのは初めてであった。2007から2008シーズンはスケートカナダ、ロシアハイともに3位となり、初のグランプリファイナル進出を決めた。グランプリファイナルでは、SP と FS ともに点灯があり5位に終わった。2007年に、 サンクトペテルブルク大学を卒業する。これにより、日本語、英語、ロシア語のトリリンガルとなった。ロシア選手権で初優勝を飾り、欧州選手権と世界選手権のロシア代表に選出された。欧州選手権では SP で4位スタートとなったものの、FS で3位となり、総合3位、初出場でメダルを獲得した。 また昨年に続いて出場となった世界選手権では大きくパーソナルベストを更新してメダルまであと一歩に迫る4位となった。2009年1月バンクーバーオリンピックにロシア代表として出場することを目指し同国の国籍を取得した。日本は二重国籍を認めないため国籍が日本でなくなるということは重大な決断なのでそうするからには 五輪でメダルを取りたいと発言。世界選手権では SP2、SP FS3 位となり、総合3位となった。2010年1月、欧州選手権では SP、FS、総合得点のすべてにおいて、パーソナルベストを更新して初優勝。FS では ISU 歴代最高得点も更新した。2010年2月、バンクーバーオリンピックに、 ロシア代表として初出場。SP では3位の後発進だったが、FS ではミスが重なり、総合で4位入賞となった。FS では、スロー4回転サルコーに挑戦するつもりであったが、演技直前にコーチに回避するよう命じられ、気持ちの切り替えができないまま演技に臨んだという。続く2010年世界選手権では2年連続の総合3位となった。2010年4月、 肩の手術を行った。また、スミルノフは股の付け根部分を負傷したためにドイツで治療を受けた。その後、スミルノフがかかとを捻挫し、二人の治療のためにスケートカナダの出場を取りやめた。その後、ロステレコム杯で復帰し、優勝をした。東日本大震災の影響で、急遽ロシアへ開催地が変更となった世界選手権では4位入賞。 エキシビションでは日本への思いを込めていつも何度でも滑った。2011から2012シーズングランプリシリーズに参戦出場。グランプリファイナルでは初のメダルの銅メダルを獲得。ロシア選手権はグランプリファイナルの前から痛めていたスミルノフの膝の怪我のために欠場。さらに出場を予定していたヨーロッパ選手権は スミルノフの盲腸炎の緊急手術のために欠場した。世界選手権では SP でリフト中にスミルノフが転倒し11位と出遅れた。FS では4位と巻き返したものの同じくリフトで大きなミスを犯した。総合では7位に終わった。2012から2013シーズン、欧州選手権はベア結成以来初めてメダルを逃した。世界選手権では SP4 位だったが、 FS の最後のリフトでフェンスに接触し失敗。ジュニーを6位に落とした。2013から2014シーズン、国内大会のパニンメモリアルでスミルヌフが3回転、トゥループを転倒。その時にダウン列した膝の人体の手術のために、スケートカナダと NHK 杯の出場を辞退した。怪我からの復帰は間に合わず、シーズンすべての試合を欠場することになった。 このシーズン限りでの引退を予定していたが2018年ピョンチャンオリンピックを目指し現役を続行することを決めた。2014から2015シーズン復帰戦のネーベルホルンハイで優勝。グランプリシリーズのスケートアメリカでは自身初めてスロー4回転サルコーでマイナス評価を受けない実施をした。5シーズンぶりに FS のパーソナルベストを更新し優勝した。 この優勝により史上5組目のグランプリシリーズ全6戦の優勝者となった。欧州選手権では SP2 位から逆転して5年ぶり2度目の優勝を果たした。2年ぶりに出場の世界選手権の SP はミスのない演技で4位につけた。しかし FS ではスロー3回転ループの点灯をはじめ制裁をかきご位に順位を落とした。2015から2016シーズン。 グランプリファイナルでは5年ぶりに銅メダルを獲得。ロシア選手権では3位に SP で0.05点差、FS では0.07点差の2位で金差をかわして銀メダルを獲得した。この結果、欧州選手権と世界選手権の代表に内定した。1月20日、アキレス腱の断裂により欧州選手権の代表を辞退し、手術を行った。 2016から2017シーズン、グランプリシリーズでは2大会でいずれも表彰台を逃した。ペア結成以降、一つのメダルも獲得できなかったのは、これが初めてである。ロシア選手権でも初めて表彰台を逃し、5位に終わった。2017年9月22日、引退を発表した。引退後は、プロスケーターとして、 アイスショーに出演する他ジュニア選手の育成に携わり2018年11月にサンクトペテルブルクのスケート連盟の承認を受けてテクニカルスペシャリストとしても活動している日本国内では2017.2018年に朝日カルチャーセンター新宿教室で講座を開いた他2018.2019年に NHK 杯のペアエキシビジョンの解説者を 努めている。2006から2007シーズン以降2004から2006シーズンまで詳細詳細。ありがとうございます。